マーチン・ファン・クレフェルト・マーチン・レビ・ファン・クレフェルトは、イスラエルの歴史学者、軍事学者。専門は、軍事史。オランダ・ロッテルダム生まれ、1950年イスラエルに移住。ヘブライ大学で学んだ後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで博士号取得。ヘブライ大学歴史学部教授。ファン・クレフェルトは、軍事史、戦略、およびその他のトピックに関する33冊の本の、 著者であり、その中のコマンド因ー、補給船、ナポレオンからパットン将軍まで、戦争の変遷、ザ・ソード・アンド・ザ・オリーブ及びザ・ライズ・アンド・ディクライン・オブ・ザ・ステートがよく知られている。ファン・クレフェルドは、世界中の数え切れないほどの民間と軍の高等教育機関で、講義や教育を行っている。特に重要なのは、1991年の著書、戦争の変遷で、 フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、日本語に翻訳されている。この軍事理論の論文では、ファンクレフェルドが、非三ン一体説戦争論と呼び、クラウゼビッツの著名な戦争論と併地させている理論を展開している。ファンクレフェルドは、軍事史に関する本に加え、他の問題に関する本もいくつか執筆している。これらの中で最も目立つのは、おそらく彼の、 反フェミニスト論であるザ・プリベリッジドセックスだろう。この本の中でファン・クレフェルドは、フェミニストが主張するところの女性が受けている体系的な抑圧というものは、大部分が冷徹なデータに裏付けられていない。神話であり、女性は男性よりも社会的保護と特権を享受する傾向があると主張している。ありがとうございます。